フェルディナンド・マルコス、フェルディナンド・エドラディン・マルコス、1917年9月11日から1989年9月28日は、フィリピン共和国の政治家で独裁者、第10代フィリピン共和国大統領、20年間にわたって権力を握ったが、1986年のエドサ革命によって打倒された。 アメリカ合衆国の植民地支配下のフィリピンで生まれた。父親は弁護士にして、イロコス・ノルテ州選出国会議員、母親は教師だった。四人兄弟の二番目で、彼の祖先は、日本人、フィリピン人、中国人の根欠というが、詳細は不明。1937年、フィリピン大学法学部の学生だった時、父親と政治的に対立していた。 会議員暗殺事件の容疑で起訴され、同年11月に有罪判決を受けた。マニュエル・ケソン大統領により、恩赦を受けるが、これを拒否し刑務所にて裁判の準備と、司法試験の勉強をして過ごした後に、司法試験はトップで合格する。翌年、最高裁判所判決にて無罪となる。1941年12月8日に、日本が、真珠湾攻撃を行うと、 アクル1942年1月に日本軍は当時アメリカ合衆国の植民地だったフィリピンに進軍した。この際マルコスはアメリカの支援を受けたフィリピン自治領軍第21不評師団の戦闘情報局員として従軍し日本軍と対峙したという。後に書かれたマルコスの伝記によれば日本軍が アメリカの植民地だったフィリピンに進出した1942年1月、当時、中尉だったマルコスは、18歳だった3人の新兵と、共に、後方の日本軍前線を突破して騎兵の50人を、殺害、同志団を釘付きにしていた日本軍の迫撃砲を、破壊し、さらに、日本軍の捕虜となった際、拷問をかけられながらもこれに反撃し脱出したことが、記ささている。 この軍港により、大尉に昇進し、名誉勲章に推薦されている。同年1月に、アメリカ軍を放逐した日本軍は、マニラを無血占領したが、マルコスは辛くもバターン氏の更新から脱出しているが、その後の動向は不明である。こうしたマルコスが主張する、抗日ゲリラ活動での活躍は、後の政治的成功の大きな要因となった。 しかし後に公表された米国公文書館の記録によれば、戦時中の活動はごくわずか、もしくは全くなかったことが明らかになっている。さらに、上記のような日本軍との戦闘も記録されていない。フィリピン独立後の1946年から1947年までマヌエル・ロハス大統領の補佐官を務め、1949年には会議員に当選。 その際の選挙スローガンは投票日にあなたの会員議員として私を選出してください。そうすれば私は20年で大統領となりますというものだった。1959年には上院議員に倶り替えし、1962年から1965年までは上院議長を務めた。1954年にミスマニラのイメルダ・マルコスと結婚。 二人の間に三人の子供に恵まれた。長女で、現在もフィリピン会員議員を務めるアイメイ・マルコス。長男で、北イロコス州知事のフェルデナンド・マルコス・ジュニア、そして、次女のアイリーン・マルコスである。なお2004年に、シドニーの新聞がマルコスと、水着モデルとの間に1971年生まれの、娘がいたとす、報道を行ったが、この他にもマルコスには十七人の被着室子がいるとの、 噂がある。議員時代までマルコスの政治経験の大半はフィリピン、自由党党員としてのものだった。1965年の大統領選挙では、党の候補者指名を求めたが、指名されたのは、現職大統領のディオスラド・マカッパガだった。マルコスは自由党を離党し、フィリピン国民党に入党、同党の大統領候補として、副大統領候補のフェルデナンド・ロペスと共に、 大統領選挙で地滑り的対象を果たす。マルコスの政策は国内の地方開発と調整機能の強化を主軸とするものであり、在任中に強靭な経済を作り上げることを公約した。実際に失業率は1966年から1971年までに7.2%から5.2%に減少した。また国内産業の工業化と アメリカや日本などの西側自由世界の貿易自由化を推進した。また在任中は冷戦下でソビエト連邦などの共産主義諸国と対峙していたアメリカと緊密な同盟関係を築く。歴代のアメリカ大統領、特にリンドン・ジョンソン、リチャード・ニクソン、ロナルド・レーガンとは親密だった。1966年10月に 反共軍事同盟である東南アジア条約機構、シア島の首脳会議を主催し、南ベトナムにフィリピン軍を派兵して、ベトナム戦争に参戦した。国内の治安面では、共産主義の脅威に対抗し、ソビエト連邦や中華人民共和国からの支援を受けていたフィリピン共産党の新人民軍や、少数民族のモロ人の暴徒に対して、軍事行動を開始した。 こうした実績により、1969年の大統領選挙では、ロペスと共に再選された。1971年、マルコスは1935年に制定された、フィリピン憲法の修正を目的に、憲法制定会議を発足させる。会議は元大統領カルロスピー・ガルシアラを中心に321人の選出された代表者で構成されていた。しかし、 会議では、新憲法下で、マルコスの再選禁止提案に対して、これを支持するための買収による多数発行策が発覚し、スキャンダルにまみれれることになる。なお、マルコス自身は、首相として引き続き政権を担える、容疑院内学生への生態変更を主張していた。1970年1月から3月にかけて、と呼ばれる、学生運動に橋を発した暴動の増加や、 新人民軍の爆弾テロによって国内の正常は不安定となる。マルコスは一連の暴動を共産主義の脅威として警告し共産主義者が徘徊し人々の殺害と女性たちの強姦を起こして卑怯に国を破壊すると主張した。そして1972年9月21日に布告大戦81号によってフィリピン全土に戒厳令を布告した。 この戒厳令により1935年憲法は停止され独裁政権への道を開くことになる。1973年には戒厳令の布告中に大統領職と首相職を兼任することを認める議員内閣制の新憲法を制定。さらに1976年には暫定議会選挙まで領職を兼任できるように憲法改正を行う。なお、同時期には マラカニアン宮殿で取り行われた残留大日本帝国陸軍兵の小野田博士郎の投降式に出席している。その際、小野田から降伏の印として軍刀を手渡されたが、マルコスは第二次世界大戦は終わったと直ちに日本刀を返還した。こうした戒厳令布告による強権政治や開発独裁は隣国インドネシアのスハルトの手法を真似たと見られている。 マルコスの著書、新しい社会の上に記録するによれば、それは既存の特権階級に与えられていた権益を、貧者に解放する政策だった。フィリピン経済を伝統的に支配した家教など、既存の特権階級が持つ権益は没収され、貧しい人たちに特権が与えられたと懸伝されたが、実際にはマルコスの一族と取り巻きに引き継がれたに過ぎなかった。この現象を示すために、 クローニー、エンコ、取り巻き資本主義があるようまで登場した。この政策は国家主義的な意図があったと見られ、この既存階級に対する闘争は労働者の支持を集め、農地解放は農民の支持を集めた。しかし、この間にその権益の分配をめぐり増収愛、強括、横領が生じることになる。令はフィリピンの政不安を背景。 特に共産主義の東南アジアに対するドミノ現象を警戒する急創四国のアメリカ合衆国をはじめとする諸外国の理解が得られた。戒厳令と夜間外出禁止令施行後、国内の犯罪率が劇的に低下し、政情の安定は1970年代を通じて経済成長につながった。マルコス支配に反対するベニグの秋のラ有力者が拘束され、 結果として何千人もが北、アメリカに亡命し移住した。また、路上でのデモといった反政府活動ではそのリーダーが即座に逮捕れて交流、拷問にかけられたか消息不明となった。共産党員と同様、反政府活動家は都市から地方に逃れ、そこで勢力が拡大することになる。また、報道統制によりマスコミ弾圧も行われた。 戒厳令の布告から解除までの9年間に、兵員23万人の国軍は3倍に規模が拡大した。また、同時に何千という民兵団が組織された。マルコス政権下における軍事的なサポートは、ローレックス12と呼ばれる側近たち、中でも中枢を牛耳ったのが、情報機関の国軍参謀部の元上院議長、警察部門のフィデルラモスだった。 もっとも、1986年のエドゥサカ革命では、エンリレ・トラモスは、ハン・マルコス陣営に寝返ることになる。1978年4月、戒厳令布告後初めて国民議会選挙が行われた。この選挙で、イメルダ・マルコス大統領夫人、イメルガは単なる大統領夫人に終わらず、自ら企画したマニーラ文化センターをオープンするなど、国政にも介入した。 1974年、自ら中華人民共和国に訪中して貿易拡大所管に調印。1975年、台湾、中華民国と国交を断絶して当時米国に接近していた中華人民共和国と国交を結ぶ。同年にはマニラ首都県知事にも就任。1976年には米ソのデタントの波に乗り、ソビエト連邦と国交を樹立。 1978年に環境住居大臣に就任している率いる与党新社会運動キルサンベイガーングリップナンは全161議席中151議席を獲得し圧勝。この他に議席を獲得したのはわずか2つの地域政党のみだった。ベニグの秋の率いる野党、レイブーンをはじめ野党は議席を獲得でき大規模な不正行為を主張し、 マルコスを非難した。野党は、1980年の地方選挙と1981年の国民議会選挙をボイコットする。1981年1月に予定された、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世紀のフィリピン訪問を前にして、布告第2045号によって、戒厳令は解除された。民主化への期待を抱かせたが、 反政府活動に対する治安権力は維持された。同年6月、マルコスは首相職を辞任し、新憲法の下での最初の大統領選挙に立候補した。主要野党はいずれもこの選挙をボイコットし、新任投票を嫌ったマルコスの圧力により、彼が以前属していた国民党だけが候補者を擁立した。この形式的な選挙でマルコスは、 投票数の91.4%を獲得した。国内の経済開発では海外からの借款が多用された。また、1973年より始まった観光事業の振興策と海外に出稼ぎに行くフィリピン人労働者の送金が重要な外貨獲得の手段だった。マルコシス星の初期には経済のパフォーマンスは強かったものの、 独裁体制が進むにつれて汚職が蔓延し、経済成長が見られなかった。ペソ経済圏では一人当たりの実質 GDP が、1951年から1965年の間に3.5%成長したというが、1966年から1986年間のマルコス非正下では年平均成長は1.4%だった。 1983年8月、野党勢力の中心人物でアメリカ合衆国に亡命していたベニグノアキノジュニア上院議員がフィリピン共和国帰国時にマニラ国際空港で暗殺されたことはフィリピン経済に大打撃を与えた。続く国内でのハンマルコスデモの頻発に象徴される政治的問題は海外からの観光客や外資参入を敬遠させた。翌年には 経済のマイナス成長が始まり、政府の進行策も効果がなかった。失業率は1972年の6.30%から1985年には12.55%まで増大した。さらに、マルコス政権末期、彼自身の腎臓疾患のために政務に支障が生じ、閣議に欠席する日が続く。イメルダ夫人が政務を取り仕切るようになり、トリマキたちは、 パターン原子力発電所建設に象徴される意図的にずさんなプロジェクト等で汚職を繰り返した。秋の暗殺事件では多くのフィリピン国民がマルコス自身が関与していないにせよ隠蔽工作には関わっていると考えていた。1985年に暗殺事件の容疑者として起訴された国軍参謀総長ファビアン・ベール大将らの無罪判決は 裁判の公正性への疑問とともに、この考えをより屈させるものだった。1984年までに、それまでは、マルコス政権を支持していた、アメリカのレーガン政権もこれに距離を置き始めた。同盟国からの圧力の結果、マルコスは、大統領任期が1年以上残っている状態で、1986年に、大統領選挙を行うことを余儀なくされた。野党連合は、 ベニグノアキノの未亡人、コラソンアキノを大統領選挙の統一候補とした。1986年2月7日に行われた大統領選挙では、民間の選挙監視団体、自由選挙のための全国運動や公式な投票率会人らが、最終得点はアキノがほとんど80万秒差で勝利したと示したものの中央選挙管理委員会の公式記録は、 マルコスが160万票の差で勝利したと発表した。マルコスによる明らさまな開票操作、不正選挙は野党連合のみならず、アメリカ合衆国連邦政府、フィリピン社会に大きな影響力を持つカトリック教会からの非難を浴びた。結局、2月22日選挙結果に反対するエンリレ国防大臣、ラモス参謀長らが決起し、これを擁護する人々100万人が、 マニラのエドサ通りを埋めた。2月25日、コラソン・アキノが大統領就任宣誓を行い、大衆によってマラカニアン宮殿を包囲されたマルコスは、アメリカ合衆国軍に一家を北イロコス州へ避難させることを要請し、一家はヘリコプターでクラーク空軍基地に脱出するが、意に反してハワイへ飛び、事実上の亡命に追い込まれたエドサ革命、またはピープルパワー革命、 1989年に亡命先のハワイホノルルでイメルダ夫人に見取られながら9月28日に病没した。20年にわたるフィリピン大統領在任中に多額の国家資産を横領したというが、全容ははっきりとわかっていない。遺体はフィリピンへの帰還後、北イロコス州バタック町にある実家の霊病にてエンバーミングの上冷凍保存されていたが、 2016年11月18日にマニラ首都圏タギック市のフィリピン英雄墓地に土葬された。しかし、この埋葬に対してマルコス支持派と弾圧された反対派とで物議を醸した。30年にわたって埋葬を要求してきたマルコスの遺族は埋葬の方針を決定したロドリゴ、ドゥテルテ大統領に謝意を表明した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。